YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日ご紹介するのがこちら、デルタリンクさんのワンコンダーウィン Q2 という車になります。こちら乗車定員が9名、就寝定員が3名の車になります。こちらがダーウィン Q2 のスペックになります。ベース車はハイエースの SL 特装と書いてありますが、これはスーパーロングの略になります。車両本体価格は467万円。パワースライドドアなどのオプションも含めて、この展示車両は617万2100円となっております。こちらが外観になります。スタイリッシュなデザインで、普段使いの街乗りとしても利用できるこちらの車。エクステリア、外観のオプションについて詳しく記載はありませんが、今ついているタイヤのホイールなどもオプション装備なんだと思います。サーフィンが好きな方、アウトドアが好きな方、ファミリーで使うのももちろん OK ですが、仲間と遊びに行くときに盛り上がる一台になること間違いなしです。はい、こちらがね、室内になります。こちらのね、このセカンドシートなんですけど、ここを引っ張り上げるだけでリクライニング簡単に変えることができます。もう一つ、こちら、よいしょ、ここを引っ張るだけで、今度はね、こちら側を、引っ張り上げることができます。で、このね、中にシートベルト隠れてますんで、乗車するときは、こちらを、シートベルト出して、こちらをリクライニング戻して、後ろ向きに、こうやって座ることができます。続いてこちら、この下の部分見ていきましょう。こちらがインバーターのスイッチかな。そうですね、インバーターのスイッチ、あとは外部電源のコンセントとか、あとこちらがメインのスイッチかな。こちらがね、室内のスイッチになります。はい、すごい。これはあとね、全部デジタルのメーターになってまして、メイン、これがメインのスイッチ、ブレーカーみたいなものです。あとは FF ヒーターね、ヒーターのスイッチとか全部このようにデジタルで目でね、見てわかるような作りになってます。続いてこちら、横乗りのシート。こちら9人乗車でして、12345、ここにね、走行中も2人12と、2人ずつ座ることができます。で、このテーブルは実は簡単に外れまして、こう全部がベッドとして使うことができます。で、実はこのテーブル簡単に取り外すことができます。まずここの部分、テーブル、おいしょおいしょ、こうやって上に外すだけ、こうやってね、はまってるだけなので簡単に取り外すことができます。続いてこちら、この下の部分なんですが、この黒いところを反時計回りに回します。そしてこの棒をくるっと回しますと、このように取れます。逆につけるときは、まずこの棒をロックしまして、黒い部分をロックしたのと反対側にグッグッグッと、黒い部分もね、さらに下をグッグッグッと締めていくと、二重でロックできますよ。そういう作りになってます。で、ベッド展開するときはこのようにテーブルを外しまして、ここのね、真ん中の部分にシート、背もたれの部分を敷くと、セカンドシートとサードシートでドンと広く、就寝することができます。一応もうここだけで大人3人が寝られるベッドスペースを確保しています。はい、続いてこちら、のダーウィン Q2 はシンプルというものをコンセプトにしておりまして、ここなんですが、よいしょと、こんな感じパターンです。本当にもうこれだけで、このサイドテーブルつけることができます。はい、で、もちろんね、これ走行中は逆よいしょ、もうこれだけで OK です。はい、こちらが車両後部から見た映像になります。標準の装備ですと、こちらの新規と、ここは、普通の、なんていうんですかね、テーブルというか板の、作りになるんですけど、まずね、こちらがシンクから見ていきたいと思います。こちらシンクは伸びますので、ここの部分こうやって外に出せば、例えばね、ワンちゃんいる方とか外でワンちゃんの足ちょっと洗ったりもできますしね、サーフィンする方とかも非常にね便利な作りになっていると思います。そしてこの下のところ、ここボタンを押すとロックが解除されて、このように、給排水のタンクが収納されています。これだけ、がっつり扉も開きますし、後ろのリアの扉の近くにありますので、重たい水を出し入れするのにも非常にね楽な作りになってます。はい、続いてこちらドル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 と。こちら開けると、電子レンジもオプションにはなりますが、ここは電子レンジの収納がついてます。そしてこちらの下には収納、カセット風とかね、カセットコンロとか入れられる収納になってます。続いてこちらの上、こちらの上なんですが、ちょっとお洋服かけれるようになっていたりとかしてます。ハンガーとかもね全然かけられちゃいます。であとね、結構キャンピングカーのベッドを作るときにヘッドレストの収納場所に困ることがあるんですけど、これもねちゃんと考えられていて、ここにパチンと止めるだけになってますので、もう簡単にリクライニング、ヘッドレスト外してリクライニングすればベッドを作ることができます。あとね、照明部分、続いて照明部分見ていきたいと思います。それぞれね、この両サイドに間接照明が優しく明かりを照らしてくれます。あと車両後部のオプションについてなんですけど、こちらね、実はこのようにマット3枚オプションでつけることができまして、こちらのマット3枚をオプションにすると、こちらの部分によいしょとこんな形でマットを作ることができますので、大人3人出られるときはここの部分もマットにしちゃって、ちょっと位置をずらしながら123と3人で、寝る方が結構ゆったりスペースが取れますし、ストレスがないと思うんですよね。はい、なのでこのオプションは結構ね、僕はおすすめなオプションだと思います。はい、でこちらがですね、車両の右側後部のオプションになるんですけど、さっきマットになってましたが、実はこれ右側にガチャンとつけることもできます。こちらにあるのが冷蔵庫、になってます。で嬉しいことにこちらの部分、手を挟まないようにちゃんと手の部分確保されてますので、これもねお子さんがいても安心。続いてこちらがゴミ箱になります。こちらもね手が挟まないようになってますし、ここにゴミ箱ポンと入れるだけ、すごいね楽ちんです。であとはそれぞれちょっとした収納もついてます。就寝時なんですけど、こちら当然ですがカーテン全部閉めることができますので、プライバシーの、ね、確保もバッチリできます。あとこちらエントランス部分なんですが、このね大きい扉の部分もこんな形でカーテン閉めることができますので、もう明かりもね入ってこなくてゆったりとした睡眠をとることができます。